コロンビアからアメリカに引き渡されるカリカルテルのミゲル・ロドリゲス。犯罪人引き渡しは他国からの引き渡し請求に応じて自国領域内に所在する犯罪人を訴追、処罰のために相手国に引き渡すことである。逃亡犯罪人引き渡しとも言う。基本的に他国からの引き渡し請求に応じる義務はなく請求を受けた国は自国の管轄権を放棄して請求国の 刑事管轄権に協力することとなるという点で、司法共助の側面の一つである。請求国との間に締結された犯罪人引き渡し条約や、相手国に対して同様の請求ができる保障を得ることを条件とした、相互主義による国内法、国際令状などにより行われる。引き渡しにあたっては、引き渡し請求の対象となる行為が、双方の国において、 重大犯罪とされていなければならず、なおかつ請求国は引き渡された犯罪人に対して相手国の同意がない限り引き渡し請求理由とした犯罪以外の理由で訴追してはならないという2点が各国の条約や国内法において一般的に認められている引き渡しの要件である。引き渡し対象者が自国民であったり引き渡し請求理由とされる犯罪が政治犯である場合や 人権保護の観点から引き渡しが拒否されることもある。犯罪人引き渡し理由となる犯罪が、その行為がなされた時点で引き渡し請求国と非請求国の双方の刑法で同等の刑罰が課される重大犯罪であることが要件とされる。これを双方過罰性の原則という。ただし、すでに卒業を受けた犯罪行為に関しての引き渡し請求は、 双方過罰性を満たすとしても拒否される。また、請求国は引き渡された、犯罪人に対して、相手国の同意がない限り引き渡し理由とした、犯罪以外の理由で訴追してはならず、また、請求時点で定められていた、請求国の法令以上に重い刑罰を課してはならない。これを特定性の原則という、犯罪人引き渡し請求を受けた国は、 自国の管轄権を放棄して請求国の刑事管轄権に協力するのであって、基本的に他国からの引き渡し請求に応じる義務はない。引き渡し拒否の理由として主なものを一家に挙げる。自国民不引き渡しを定めた条約や国内法は多い。例えばブラジルは憲法により、自国民の引き渡しを禁止し、自国民に対する他国からの引き渡し請求を拒否した場合に、自国で 代理処罰をすることができる法律を定めている。しかし自国民の不引き渡しは必ずしも一般的なものではなく引き渡しを認める有力な観光も存在し、例えば日米犯罪人引き渡し条約第5条のように自国民に対しての引き渡し請求に応じる義務はないが裁量により応じることもできるとしている条約もある。一部の国では 身柄引き渡しがあった場合、死刑、または拷問を受ける可能性があるという理由で身柄引き渡しを拒否している。オーストラリア、カナダ、マカオ、ニュージーランド、南アフリカ、及びベラルーシを除くほとんどのヨーロッパ諸国などの多くの管轄区域では容疑者に死刑が課せられる可能性がある場合、引き渡しは許可されない。政治犯不引き渡しは、 犯罪人引き渡し制度の例外と言える。フランス革命以前は、犯罪人引き渡しといえば、政治犯が主な対象とされていたが、革命後は、個人の政治的思想を尊重する風潮や、政治犯引き渡しにより、他国の政治的構想に巻き込まれることを回避しようと、する政策的理由により、政治犯が引き渡し対象から除外されるようになった。現代では、 政治犯不引渡しが、監修国際法上確立した原則であるのか、確立しているとすれば、不引渡しは、国家の権能であるのか義務であるのか、見解の相違があるが、一般的には、政治犯不引渡しは、国家の義務であるとする見解が有力である。ABCDEFGHI 杉原、234から235ページ。犯罪人引渡し、国際法辞典。 286ページ。ABCDEFG 山本。562から564ページ。AB 正三313から315ページ。大田26から27ページ。ありがとうございます。